今回は中野区と東京消防庁のコラボ動画ということで野方消防署に来ております。こちらが野方消防署の上山さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は消防コラボ第1弾ロープワークということで、どんな結び方を教えていただけるんでしょうか。はい、今日は結びの王様もやい結びをマスターしましょう。結びの王様もやい結び、なんだかすごそうな結び方ですね。もやい結びのメリット、ズバリ教えてください。はい、素早く結ぶことができて、輪の大きさが変わらないのが特徴です。また強い力がかかった後でも簡単に解くことができるんですよ。そんな便利な結び方があったんですか。消防職員の方は実際にどんな場面で使われるのですか。はい、私たちも隊員の命綱としてあらゆる消防活動において使っており、特に人命救助の際に役立ちます。消防職員の方も身近に使っているもやい結び、私たちも生活で使える場面がたくさんありそうですね。では実際に手元を見ながらもやい結びを学んでみましょう。この動画ではロープの端を端末、ロープの長い方を主ロープと呼んで説明します。まずロープに輪を作ります。端末側のロープが上に重なっているようにします。作った輪にロープの端末を下から通します。この時通す端末の長さで輪の大きさを調整しましょう。この輪が大きさの変わらない輪になります。ロープの端末を主ロープの下を通して最初に作った輪のこの部分に通します。通したロープの端末とこの輪を一緒に握り、主ロープを引っ張ります。このようにロープの結び目がベロの形になっていれば完成です。次に棒などに直接結びつけたい際のもやい結びです。まずロープに輪を作ります。ロープの端末が上に重なっているようにします。ロープの端末を結びたいものの後ろを通して作った輪に下から通します。ここからは先ほど同様にロープの端末を主ロープの下を通して最初に作った輪のこの部分に通します。通したロープの端末とこの輪を一緒に握り、主ロープを引っ張ります。ほどく際はまず結び目部分を裏返し、この部分を少し緩めると主ロープは簡単にほどけます。このもやい結びなんですが、どんな場面で使えますか。はい、キャンプでテントを張ったり、ペットのリードをポール等につないだりするときに使えます。いろんな場面で使えそうですね。皆さんもぜひマスターしてください。